会の中から1900年頃にアメリカで始まった精霊運動つまりペンテコステ運動から生まれた教団教派の総称ないし俗称この教派教団に属する教会をペンテコステ教会というウィリアムシーモアチャールズ F ・バーハム原子キリスト教を中心としたペンテコステ派と同等の教義を教え実行していた教派は 聖書の時代から世界中の様々なところに存在してきた。近代ペンテコステ運動は1901年にカンザス州トピカのベテル聖書学院で行われた年末年始の祈祷会で指導者であるチャールズ F ・パーハムをはじめ新学生のほとんどがいわゆる精霊のバプテスマを体験 C 言で神を褒めたたえたことが契機となった。パーハムは テキサス州のヒューストンに聖書学校を移転して、その学生でもあった牧師のウィリアム・シーモアが1906年、アメリカのロサンゼルスのアズサ通りで集会を行ったところ、集会中に聴衆である信徒の中に、精霊のバプテスマを受け、エクスタシー状態に陥り、威言を語る現象が起こった。このことが、ロサンゼルスの新聞に掲載されて、全米に広まった。 このようなペンテコステ運動のいわゆるリバイバル集会は、3年に、わたって、ロサンゼルスのあずさ通りにある伝道館、メソジスト教会などの教会堂を借りながら続けられ、その間に、アメリカ各地のみならず隣国のカナダや海を越えた、イギリスなどからも集会へ集う参加者がいた。そのような参加者が明かしすることによって、世界中に広められた。そして、 1914年にアッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団が生まれたのを皮切りに、フォースクエア福音教会、ユナイテッド・ペンテコステ教会などの各教団が発足し、運動が組織化され始めた。ホーリネス教会の世への福音、神聖、聖歌神家、サイリンを修正して継承している。ホーリネスの聖歌に相当するものは、精霊の満たしと表現し、 精霊に満たされた結果、宣教を進める力が与えられ、新約聖書にある威厳を伴う祈りをする、という信仰を持つ。この威厳を、ペンテコステの出来事において、シトラに発言した精霊の賜物と同じものであると、する主張から、自らをペンテコステ派、その宣教運動を、ペンテコステ運動と呼ぶようになった。新学者であり、 ペンテコステカリスマ派の歴史学者である、ビンセント・サイナンはペンテコステ派を古典ペンテコステ、ホーリネス系ペンテコステ、ワンネスの三種に区別しており、日本には三種全てが存在する。プロテスタント諸教派の系統外略ペンテコステ派の集会特色は、精霊のバプテスマとそれに伴う証としての遺言を強調することである。遺言を伴う精霊のバステスマを、 キリストの教会に復興した信仰復興運動であり、現在信仰系の流れである。後のアメリバイバルとの評価もある。精霊のバプテスマによって与えられる精霊の賜物も強調される。精霊の賜物とは、異言、異言の解き明かし、予言、癒し、奇跡、悪霊の追い出しなどを行う力のことである。精霊の賜物が用いられることによって、 神の栄光が表されるという信仰である。ペンテコステ派の霊馬聖書学校の創立者であり、ヒーリング運動にも関わったケネス平原は、遺言は、主に、私たちの祈りの生活で、神を褒めたたえて礼拝する際に用いるための、神との個人的な交わりに関わる賜物なのですと述べ、公の場での遺言の方仕において用いられるのは、少数の信者だけであると語っている。 聖書には、イエス・キリストが死人を生き返らせ、病を癒した記事がある。マタイ9章35節から、福音宣教ヤコブ5章14節の病人に油を塗って、祈るようにとの聖句から、罪の許しと病の癒しが結びつけられている。現代のキリスト教音楽はペンテコステ派の多大なる影響を受けている。多くのワーシップソングや、 ゴスペルソングはペンテコステ派の音楽家によって書かれている。また、世界を代表するワンシップリーダーの多くはペンテコステ派である。ヒルソング教会、ビニヤード、チャーチオンザウェイ等のペンテコステ派の諸教会は世界中で歌われている。現代の賛美歌を多く書いている。日本でもこの傾向は同じで、ワンシップリーダー、小坂忠氏はペンテコステ派。 フォースクエアゴスペル教団の牧師である。オーストラリアにあるペンテコステ派のメガチャーチ、ヒルソング教会に集まった、信者世界の多くのメガチャーチはペンテコステ派あるいはその影響を多大に受けている教会である。世界最大の教会であるソウル、南寺島純福音教会がその典型である。2006年に共同通信社は世界で最も成長している。 キリスト教派はペンテコステ派だと発表している。ペンテコステ教会の成長の最大の功労者は、キャサリン・クールマンである。高校中退という低学歴ながら、病人に神家を施し、1億人の信徒を集めた、ことで知られる。日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団は、福音派の日本福音同盟に加盟しており、超教派での交わりがある。1960年代に、 アメリカで始まったカリスマ運動や1980年代に起こった精霊の第三の波に属する教団、運動、信徒等の集団を含めて精霊派と総括的に呼称される場合がある。カリスマ運動が米国成功会から始まり、エキュメニカル派のメインラインプロテスタント、ローマカトリック教会に広がっているのに対し、ペンテコステ派は、 ウェスレアン系から始まって独立した教派を構成しているのが異なる。また、他の精霊派からはカリスマ派はリベラル派として否定的に見られることがある。アズサガイの働きはペンテコステ派の世界宣教のルーツとなり、多くの宣教師を世界中に送る結果となった。その中には、日本のペンテコステ派の初期の宣教師たちも含まれている。当時、 アズサ街のあたりには3万人近くの日本人移民がおり、アズサ街で精霊体験をした日本人たちがいると言われている。現在、アズサ街周辺は日本人町、リトル東京として残されており、日米文化会館がこの教会の跡地に存在する。さらに、日本ですでに他教派に所属していた宣教師たちが、アズサ街の働きの影響を受けてペンテコステ派に、 改心した場合もある。遅くとも1910年代には、数人のペンテコステ派の宣教師が、日本で、宣教活動を、始めていた。はじめは、ペンテコステ教会を名乗り、その後日本聖書教会と改め、日本キリスト教団成立の際には、他のグループとともに、第10部に所属。戦後に離脱して、日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団を設立した。戦乱。 戦中の迫害や日本キリスト教団への吸収等で戦前の細かい情報が明らかになっていない。1939年から伝道が始められ、教団を形成していた日本ペンテコステ教団の戦中は解散を余儀なくされていた。1950年に戦教師の再来日で同じ名前で再建された。空と戦教師のペンテコステ教会への影響を日本、 特に関西にあるペンテコステ派教団、単立協会や小さな群れの多くは、直接的か、間接的に宣教師のレオナルド・クート氏の影響を受けている場合が多い。クート自身についてはいろいろと意見があるが、クートのペンテコステ派内での影響を無視することは、できない。クートの影響の理由は、クートが戦前から、イコマ聖書学院で長年にわたり多くの伝道者を、 訓練したことと多くのアメリカのペンテコステ派宣教師は空ーを頼って来日したからである。またアメリカでも空ーは1940年代にインターナショナルバイブルカレッジをテキサス州サンアントニオに建てており多くの卒業生を日本に宣教師として送り出している。それらの伝道者宣教師は日本でのペンテコステ派の働きの 中核として、新しい教会を開拓し、次世代の伝道者を指導していったためである。それらの新しい世代、クートの孫弟子や、ひ孫弟子の中には既存の教団に入り、中心的な働きをしている者も,もいる。クートの影響を直接あるいは間接的に受けた、教団は、日本ペンテコステ教団、日本福音ペンテコステ教団、チャーチ・オブ・ゴッド教団、 ネクストタウンズクルセード、トータルクリスチャンチャーチ、日本ユナイテッドペンテコステ教団等である。その他にも、関西を中心に、多くの単立教会や群れが何らかの影響を受けている。日本において、現在活動中の教派は、大まかに次のように分類される。これらの事実を踏まえペンテコステ派の教約者を中心とした、緩やかな交流組織である。 日本ペンテコステ親公会が創設され、カトリック教会に所属する聖職者等様々な教派からの参加者がも見られ、超教派的な働きを行っている。また、個々の教会は単立であるが、信仰を中心とした単立ペンテコステ教会フェローシップというものも存在する。日本ペンテコステネットワークに所属しているものを追加する。外部からは、 この派は一人一派の活動をするので、多くのグループが誕生したとみなされる。しかし、影響力のある指導者、教会が存在し、ペンテコステ派の教会は、他の信仰を同じくする教会と交わりを持っているので、全く別個の活動をしているわけではない。また、初期のペンテコステ運動は超教派の運動であり、ペンテコステ派としての教派形成後も、 超強派的色彩が強く、強派としてはペンテコステ派に分類されない、ローマカトリックにも、ペンテコステ運動の影響を受けたグループが存在する。ペンテコステ派は、その教会形成や、指導体制において、カリスマ性の高い指導者に依存しやすい性質を持つ。その結果、カリスマ指導者のもとで、経済的に不透明な教会会計が行われる、こともあり、 世界的に有名なペンテコステ派の牧師の中でも、会計における詐欺や違法行為で、有罪判決を受けた人物がいる。また、カリスマ性を売り物にするテレビ伝道師の場合、ダブルスタンダードのような表と裏の顔の実態が、性的集分としてこうに暴かれた場合もある。例えば、韓国における、メガチャーチの牧師長4疑は、2002年。 非純前会長が所有していたサービス会社の株式25万株を適正価格より高値で買い入れるよう指示し、協会に131億ウォンの損害を与えたとして、特定経済犯罪過重処罰法違反などの罪で13年に在宅起訴され、2017年に廃人罪を宣告された。また、シンガポールのメガチャーチの牧師、コンヒー牧師は、 そのつまん方の世俗的な音楽キャリアの資金調達などに莫大な資金を使い、教会に数千万ドルの損害を与え、2015年に有罪判決が下った。しかし、最も問題となるのは、司法上の客観的な有罪判決が下っても、多くの信徒がこれらの牧師を崇拝し、信頼することをやめないという体質が、しばしば見られることである。現在では、 オーストラリアのヒルソング協会において次々とスキャンダルが明るみに出されている。創立者のブライアン・ヒューストン牧師の父親であるフランク・ヒューストン牧師による児童に対する数々の性的虐待がもみ消されていたことや現住民を支援するという名目で政府から得ていた資金が協会スタッフの給与に回されていたことなどが発覚した。なお、 過去における有名なスキャンダルとしては、アメリカでは、最も有名なテレビ伝道者の一人であったジミー・スワガードが、80年代の終わり及び90年代の、初めに、売春フとの関係を暴かれ、所属していた教団から追放されたケースがある。ペンテコステウィンドウは、その初期、アメリカ都市部の移民、移住者、低所得層の間に広まった。彼らは、言語障壁により、 社会的に抑圧された階層であり、超自然的に獲得した言語能力により、自らを性別する、情緒表現を抑制せずむしろ鼓舞するこの運動の特徴が特に彼らにアピールした結果と考えられている。ペンテコステ運動の電波を追跡すると、鉛も含む、言語障壁や経済格差の存在する地域で、特に旺盛である。しかし、 現在ではペンテコステ派の成長の結果として、すべての階層にペンテコステ派が見られる。日本中の多くのペンテコステ派協会には、多くの上流階層の信者が集っており、これは、その他の先進国でも、同じ傾向にある。特に、アメリカ、オーストラリア、韓国では、社会的に影響力のある地位を持つペンテコステ派の、信者も、 多数おりまた地域によってはペンテコステ派の教会が地域活動の中心になっている。奇跡や威言の賜物など精霊の働きを強調しすぎるという批判がある。また一部の既存のキリスト教協会の中にはこの宗派を異端とみなしているところがある。近年ではカリスマ派の影響を受け予言を強調する。 傾向を持つ者もいるが、その内容が、聖書の教理との協調性が疑問視されている場合がある。コリンとの信徒への手紙一十三八では、愛は決して耐えません。それに対し予言のたまものがあっても、それは敗され、威厳があっても、それは闇、知識があっても、それは敗されます。と述べている。威厳や奇跡は、初期クリスチャンを強め、 他の言語を用いる人々への福音伝道の手助けとして使われ、後にそれは廃されると考える立場もある。他方、廃されるのは、すべてが完成するときと聖書に記されているのであって、その時はまだ来ていないとする立場もある。ありがとうございます。